リヴァイ兵長殿。娘が世話になってます。ペトラの父です。娘に見つかる前に話してことが。娘が手紙をよこしましてね。腕を見込まれてあなたに仕えることになったとか、あなたに全てを捧げるつもりだとか。まあ親の気苦労も知らねえでほぼけて嫌がるわけですわ。そのまあ父親としてはですね、嫁に出すにはまだ早いかなと思うわけです。あいつもまだ若いし、これからいろんなことが。エルヴィン団長、答えてください。今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は、調査兵団の支持母体を失墜させるには十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時に、エレンの引き渡しが決まった。